はい、こんにちは。今日はですね、日韓情勢についてお伝えしてまいります。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。まずはニュースを読んでまいります。朝鮮日報ですが、素早い岸田首相、バイデン大統領と短時間歓談、文大統領との対面は不発。日本の岸田首相とアメリカのバイデン大統領が2日、括弧現地時間、イギリスグラスゴーで開催された第26回国連気候変動枠組条約締約国会議 COP26 の場で短時間の懇談を行った。日本の外務省が発表した。外務省は両首脳が日米同盟のさらなる強化や自由で開かれたインド太平洋の実現、地域情勢及び気候変動対応で引き続き緊密に連携していくことを確認したと明らかにした。岸田首相の就任以降、初めての両首脳の直接対面が実現したが、正式な会談の際に通常使われる首脳会談という表現は使われなかった。外務省は短時間歓談がどのような形で実現したのか明確にしなかった。そのため両首脳は正式な会談ではなく、非公式の略式会談の形で会話を交わしたのではないかとの見方が出ている。実際に岸田首相はこの日午前、アメリカなど主要7カ国 G7 主導で開催された。より良い再建行動会議にバイデン大統領とともに出席し、約30分で会議場を後にして COP26 参加国首脳の演説会場に向かった。先月31日に行われた衆議院選挙と日程が重なり、遅れて COP26 に参加した岸田首相は、日本にとって最も重要な外交相手国であるアメリカとの協力を強調するために急いでバイデン大統領との対面を推進したものとみられる。岸田首相はこの日、自国の記者団の前で、年内も含め岸田首相が早期に訪米して首脳会談を開催することでバイデン大統領と合意したと明らかにした。ただしムンジェイン大統領との対面は実現しなかった。ムン大統領は前日にグラスゴーに到着し基調演説を実施、この日国際メタン製薬の発足式に出席して COP26 のすべての日程を終え、外遊の最後の訪問国であるハンガリーに向かった。このように報道されております。また中央日報ではですね、中央日報ですが、バイデン大統領と単独で会った岸田首相、ムン大統領とは遭遇もなかった。ムンジェイン大統領と日本の岸田首相との初の対面会談は実現しなかった。イギリスグラスゴーで開かれた第26回気候変動枠組条約締約国会議 COP26 に参加したムン大統領が2日に、アメリカが主導する国際メタン製薬協約式で岸田首相と遭遇するとの観測もあったが、岸田首相は会議場に姿を見せなかった。外交界ではムン大統領と岸田首相の会談が実現しなかった根本原因は、日本が日韓関係の優先順位を低く見ているためだとの見方が優勢だ。岸田首相は衆院選挙後に、アメリカをはじめ同盟国や同志国には可能な限り早期に直接訪問し、これらの首脳を日本に迎えたいと明らかにした。積極的首脳外交を明らかにしたが、韓国に対する言及はなかった。朝日新聞は1日、岸田首相が2015年に日韓合意を外相として仕切ったとし、安易な妥協はしないだろうという外務省幹部の話を伝えながら、韓国との対話は来年春の韓国大統領選挙後になるだろうと予想した。実際にムン大統領は先月の岸田首相との電話会談で、旧朝鮮半島出身労働者問題と慰安婦問題の解決に向けた早急な対話の必要性を何回も強調したが、岸田首相は旧朝鮮半島出身労働者問題と慰安婦問題は最終的に解決されており、韓国が解決策を提示すべきという日本政府の従来の立場を繰り返した。このように報道されております。ですので、岸田政権の今回の対応というのはポイントとして2点あると思います。まず1点目は、日本政府外務省ですが、慰安婦問題を含め日韓間の財産請求権の問題は1965年の日韓請求権経済協力協定で完全かつ最終的に解決済みです。また慰安婦問題については2015年の日韓合意において最終的かつ不可逆的な解決が日韓両政府の間で確認されています。韓国政府に対して国際法違反を是正するために適切な措置を講じることを強く求めます。こうした姿勢を岸田政権としても韓国側に示すということがあったのではないかと思います。で、2つ目は、ムン大統領はですね、来年退任します。ですので、こうした重要な外交的懸案ということについては、退任が迫るその相手国の政権と協議するということは、日本としてその外交政策上得策ではないというふうに岸田政権として判断している可能性があると思います。ですので、こうした2つの大きな背景、姿勢が今回の岸田政権の対応ということの背景にあると思います。
まあ、いずれにいたしましてもこの問題は日韓請求権協定と2015年の日韓合意で解決済みの問題でありまして、ボールはすべて韓国側にあるということであります。ですので来年新たな韓国の政権ができたとしても日本側の主張は変わらないということであります。対しまして韓国側は日本の岸田政権とアメリカのバイデン政権のその接近ぶり、親密ぶりということにかなり注目しているように見えます。またですね、この2015年の日韓合意は皆さんもご存知のように岸田総理が外務大臣だった時、そしてバイデン大統領がオバマ政権で副大統領だった時、そして現在国務長官を務めていらっしゃるブリンケンさんなど、こうした方々がですね2015年日韓合意を取りまとめたという背景があったということはよく知られていると思います。ですのでこうした事情から韓国政府、ムンジェイン政権側としては日本政府に対し常に韓国は台湾のための扉を開いているが日本政府が応じないとというようなアリバイ作りをし、アメリカや国際社会に訴えていきたい、そうした外交的思惑があるように見えます。ただですね、この2015年日韓合意を熟知する岸田さんとバイデンさんが日米のトップになって帰ってくるとはですね、まあ、韓国政府側も計算外であったように見えます。他方日本では衆議院選挙が行われました。でこうした中、産経新聞ですが、安倍氏に派閥復帰待望論、自民派閥に変化の兆し、衆院選を経て自民党の7派閥にも変化の兆しが出てきた、すべての派が人数を減らしたため新人の勧誘を急ぐほか、細田派や旧竹下派は代替わりの可能性がある、党最大勢力を誇る細田派には安倍元首相の早期の復帰を期待する声がある、自民は次の衆院議長に同派会長の細田元幹事長を推す方向で、衆院議長は党を離れる慣例があるため派内には安倍氏の会長就任を推す意見が強い、高市政調会長も安倍氏の復帰を望んでいるという。旧竹下派は会長代行の茂木外相が幹事長に内定したことで故竹下元総務会長の後任の会長となる流れが強まった、先の自民の総裁選では岸田首相への支持で派をまとめて勝利に貢献し、自らの幹事長職や閣僚ポストを確保した手腕に評価が高まっている、ある若手は幹事長派閥なので新人を勧誘しやすいと茂木氏に期待を込めた、石破派を率いる石破元幹事長の求心力低下が止まらない、派の関係者は石破氏を首相にする目的ではなく勉強会のような形で存続すればよいと話した、二階派は減り幅が10人と党内で最大となった、会長を務める二階前幹事長は党幹部から外れた、派をどう統率するか難しい局面に立たされている。こうした中、河村たっけおさんはですね政界引退を表明しております。ですので二階派のこうした現状、そして茂木さんはですね外相時代韓国政府に対しましては旧朝鮮半島出身労働者問題、慰安婦問題などにおいて日本政府の立場ということを毅然と主張してきたという経緯があります。その茂木さんが自民党の幹事長に内定ということで、二階さんが幹事長の時とは随分自民党内のその対韓姿勢というのは変わるということが考えられると思います。ですので韓国側としてもこうした日本の政界の事情ということを考えますと、今までのような日韓議員連盟などを通じての日韓の交渉など、そうした手法が今後も通じるとは思える状況ではないということがあると思いますので、韓国政府側としてその日韓外交の在り方の見直しということを迫られているように見えます。こうして見てまいりますと、韓国側としてもムンジェイン政権下で旧朝鮮半島出身労働者問題などで動きを起こすとは考えづらいように見えます。旧朝鮮半島出身労働者問題などは韓国の次期政権が決まり次第、その後韓国側でどのような動きが出てくるのか、まあ、そうしたことに焦点が移ってきているように見えます。まあ、いずれにいたしましても日本政府は今後とも日韓請求権協定の遵守、2015年の日韓合意の遵守を韓国政府側に毅然と求め続けることが重要だと思います。ありがとうございました。